この時間帯に、ね、まあ、大丈夫ですよって言って、あの終わったらお客さん増えますからねって言ったら、終わった時3人でした。増えなかった。頑張りましょう。ちょっと感じ悪いんですけどね、始まったらやる気出ますんでご安心ください。はい、さあちょっとね寒いんですけど、よかったらこっち側来て近づいてみてってください。はい、もうどうぞ、まずは人数いっぱいいるような雰囲気出してもらえればと思います。よろしくお願いいたします。はい、もう大体15分20分で終わりますんで、最後までのお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。やるよ。順に。俺始まったらやる気出ますって言っちゃったよ。ねえ。ダメダメ。あのそれ見たい人今頃上野とかにいるから。ね、もう猿山で見れるから。やめなさい。頑張るぞって。まあまあまあじゃねえんだ。まあまあダメだろね。スイッチ入れなさい。スイッチオン。拍手を煽るな。ねえ、よく優しいお客さん拍手くれたよ。ほらね、分かりやすいんだ。ありがとうございます。もうね、すいませんね、じゃあやりますみたいなね。はい、よかったね、いいお客様でね。ね、もうどうですか、別人みたいでしょ。ね、めちゃめちゃ姿勢いいですからね。ね、さあ次回ちゃんと自己紹介して始めようね。立ち位置ちゃんと考えて、はい、下のセンターで割るような感じで、もうちょい後ろ下がって、あと2歩ぐらいかな、もうちょい後ろ、もうちょっと後ろ、はい、そうだね。ね、もうご覧の通りでございます。言葉もめちゃくちゃ分かってますからね。ね、もう皆さん忘れちゃダメですよ、これ元猿ですからね。ね、もう芸歴がね、今年で10年目に突入しまして、もうお互いのこと何でも分かるようになってきたんです。ね、もう例えばですけど、今ちょいちょい前出てるからね、こうやって普通に皆さんに話してるようで、ちょっと後ろ下がってっつったらちゃんと考えてバックしてくれるし、ね、もう手上げてっつったらね、ちゃんと手も上げてくれるんですよ。ね、もう空飛んでっつったら無理ってなりますからね。ねえ、ほら受けたぜ、ほら。始めていきましょう。はい、お付き合いさせていただきます。我々日光猿軍団劇場からやってまいりました、人間ジュニアとお猿のジュニアで、ジュニアジュニアと申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。頭つけて早く、そうです、はい、頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、ジュ君立ってください。やるよ、立つ。はい、そうだね。さあ、じゃあまずはね、もう早速なんですけど、特芸玉乗りから行ってみたいと思います。え、じゃあよかったら皆さんもうちょい前来ませんか。後ろの方ね、あの終わる頃ね、3列ぐらいなんやかんやできるんですよ。え、もう今のうちギュッと前まで詰めちゃってください。はい、さあもうご協力ありがとうございます。もう大体ね、想像はつくと思うんで細かい説明しません。ご覧ください。はい、以上玉乗りでした。乗ってましたね。これ多分怒られるよ、ほら。はい、ちょっと真面目にやろう。はい、離すよ、3、2、1。ふい、頑張れ、歩きます。そうだ、ありがとうございます。それでは皆様手拍子お願いします。せーの、はっ、よっ、もう一丁、ありがとうございます、いかがですか、この恐ろしいほどの安定感、さあ今日はね、ここからさらにレベルアップ、なんと2本足挑戦です。集中してよ、レディーゴー。
違う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 待て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 、なあ誰が前チョイスすんだ、ほらね、ジェニー、後ろの話だ、後ろ、ほらちゃんとやってよ、ほらなあ、もうだいたいあのぐらいのお子さんが笑ってくれたこと奇跡と思え、もういつも意味通じねえんだからもう行きましょう、後ろ足でお願いします、そうだそっちだ、ありがとうございます、そう転ばないでよ、気をつけて気をつけて、そう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 、さ真ん中来たら大きな拍手お願いします、ありがとうございます、はい、よくやったね、ほら上手だったよ、はい、さあじゃあもうどんどん行きましょうね、じゃあ今度はもうジャンプ芸行ってみたいと思います、こちらもうハードル使ってハードルジャンプ挑戦です、じゃあさあ立って、これそうカメラ意識するのやめてもらっていいかな、ね、自然体であれでシャッターチャンスでーすじゃねえんだほらいいか立ち位置意識すんだほらこっち向いてもらっていいかなじゃねえかね、まあまあじゃねえっつうのお前もうねあいつたまにムカつくんですよもう行きましょう、はい、もうルールなんですけど飛ぶ時倒しちゃいけない、ただそれだけです、もしもね倒したら残念ながらその場で終了とさせていただく、非常に終了です終わったじゃんよ、もういいからちゃんとやれってほらいいからね、カメラみんなほらいいからこっち来いや、早くもう自然な姿を撮ってもらい、グラビアアイドルかほらやめろやめろほらすいませんね、もうまさかのサプライズ、ほらだってもう行くよ、ほら今日ボケ多いんだお前ほんとに、はい、もうすいませんでしたおじさん、ほんとはい、ハードル1個です、真剣にどうぞ頑張れ、そう、オッケーありがとうございます、近いんだよ、本当にさあ、もうどんどん行きましょうね、もう数増やしていきます、続いて2つ、おい、ジュニー頑張れ、なんと、そう、まとめてジャンプ、そうだ、いいね、いいね、はい、ありがとうございます、さあ、じゃあもういよいよですね、一気に3つ行きましょう、ジュニー、お前のせいでお兄さん同じような写真しかないからな、はい、さあ、もう一気に飛び越えます、成功したら褒めてあげてください、いくよ、3つ、よっしゃー、いいね、イエイ、ありがとうございます、はい、もうめちゃめちゃ調子いいですからね、はい、順調とずれてもらっていいかな、はい、さあじゃあ今日は高さもね挑戦していきたいと思います、もう一気にいきますよ、もうなんと限界の3段、いかがですか、もうジュニアの身長と比べてくださいね、これよーく見たらはどうした、何大丈夫、すいません、身長よりもねこれわずかではありますが3センチほど高くなっているのがお分かりいただけますでしょうか、はい、さあ塾頑張ってよ、助走取って、おい助走、おい、なんだよ、ずっとどうしたねえ、ちょ泣くな泣くな泣くな、なんだよ、何ねえ、やめて隙間から反応見んな、ねえどうした、なんかあった、あったもう早く言えよそれも、何どうした、おう、ごめんごめんごめん、分かった分かった、ごめんごめん、みんなにお願いするわ、ごめんね、なんかね、乗っけた時におーって言えってもうさ、言い方きついんだよ、これじゃみんな言ってくんないよ、もうねえ、ちょ待て待て待てな、声出せじゃねえんだよこれ使う場合金だ、しかも輝いてんな今もう危ないからね、何してんだ俺いい、誰も打ってねえし、本当もうね、すいません皆さん、じゃあちょっと1回でいいんで全力の王だけもらっていいですか、もうすいません、改めてよろしくお願いします、それでは行きましょう、順に聞いててよ、はい、行くわ、もうなんとこちらの高さです、おー、ありがとうございます、
がとうございます。今のリアクションどうだった？ほらね、ダメとか言うな、ほら。よかった、今。もう、頑張れ。さあ、それでは行きましょう。縦3段です。塾頼むよ。ちょっともうちょい後ろ下がって、これマジで。マジでバック。はい、そうだね。行きましょう。さあ、もうこの高さでね、皆さんに見てもらいたい技が、日本でジュニアしかできない芸なんです。もうね、あいつ本当はすごいんですよ。もうただちょっと空気感独特なだけなんです。ちょっと待って、皆さんもう一歩前行きません？ちょっとマジでこの技近くで見てほしいんで、ギュギュッと前の方まで来ちゃってください。もうガチで行きます。頼むよジュニ君。さあもう一瞬です。まばたきなしでご覧ください。全中。そうだ、イエイ、ありがとうございます。でも言ったでしょ、すごいんですって。もうはい、ありがとうございます。さあもうね、今日はですね、今んとこまだ何にもミスってないですからね。切り替え早いんだよ。実はね、今日もう一段階高さ上げられるようになったんですよ。ちょっと最後それだけ挑戦させてもらって、今日はですね、終わりにさせていただきたいと思います。よし、ちょっと準備に時間ちょっとだけください。ありがとうございます。もうただまだです。もう一段いきます。そう、もうね、やっぱり身長を超えたら皆さん自分の感覚としてマジで嘘でしょってなるでしょう。そうなんですよ。やっぱ僕もどうしてもね、これ飛び越えたくって、そう、もうジュニアと2人でね、10年間いろんな芸やってきたんですけど、もうね、これがですね、今まで全く飛べなかったんですよ。で、普通に飛び越えようとしてもやっぱり身長の 2.5 倍はあるんで、当然飛べないんです。で、トランポリンとか使ってみたんですけど、なんかね、なんつうんだろう、トランポリン使ってもなんかこううまく使えてるというか、なんか利用できてる感覚が全然なくて、で調べたらちょっと文献出てきちゃって、ニホンザルっていうかお猿さんって、骨格的にこういう突っ張るジャンプできないらしいんですよ。そうで、もうね、たまたまこの間発見したんですけど、今からですね、僕とジュニアで協力してジュニアがこれ飛び越えます。もう一見なんか普通そうに見えるでしょ。なんか余裕そうにね、なんかひたすら何食ってんだか分かんないけど、くっちゃ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 とね。もうとんでもない。ジュニ、こっちおいで。もう逆ですよ皆さん。もう今ね、緊張しすぎて若干心臓がですね、止まりそうなんですよ今ね。もうそう、なんならたった今心臓止まったーみたいな音やってる場合じゃねえわジュニ。ダメだ、ここふざけずに行こう俺。はい、さあもうですね、僕らの一番の芸見てもらって終わりにさせていただくんですが、一個だけ大事なお願いさせてください。我々コンビがこうやって皆さんの前で楽しく芸をすることができるのは、皆様の温かいご声援、そしてご理解のあるご祝儀のおかげでございます。今日なんですけど、こちらの大変非常識なサイズのザルご用意させていただきました。芸が終わったらこれ持って回ってきますので、どうぞ途中から見てくださった方もお気持ちで結構です。手伸ばしていただけたら非常に嬉しく思います。で、今から見ていただく芸がですね、人縁一体芸というんですけども、もしも見てもらって本当にすごいなと、ジュニーよくやったぞと思ってもらったらで結構でございます。大丈夫、絶対みんな感動してくれるね。もしもそう思ってもらえたら、髪をはい、ください。はい、じゃあこれでやり方汚ねえわやっぱ。ほらだって、はい、まあとにかく見てください。もうこれが僕らの10年でございます。よいしょ。ジェニー、ネイル気にしないで立ってて、もうちょっと後ろ下がって、こっち側位置気をつけて、一歩バック、そこ多分失敗する。一歩ジェニー、よし、さあ行きましょう。まずジュニの前宙は変わんないですからね。回るとき、これバー全く見えないんですよ。首グリンってなるんで。で、これ僕もですね、ジュニ全く見えません。立っててジュニ、ダメ、こっち集中、まあまあやめろ。そういうとこだよ、緊張感ないの。行くよ、
もうね、一瞬ずれたら絶対失敗するんで、もしも1回で決まったら、皆さん今日一の大きな拍手ジュニーに送ってあげてください。送ってあげてください。はい、ありがとうございます。もうなんとか皆様のおかげで一発で大成功させることができました。よく頑張ったね。はい、以上で僕らの芸は終了です。それではぐるっとザル持って回らせていただきたいと思います。温かいご評価大奮発いただけないかと思います。貴重なお時間、最後までのお付き合い本当にありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、よくやったね。じゃあ早速なんですけど、一周させていただきますんで、よかったらもうちょっとだけお付き合いください。よろしくお願いいたします。よいしょ。じゃあちょっとこっち側から行ってもいいですか。もうすいません、ゆっくりじんわり近づいていきます。すいません、髪見えたんです。いいかな。ありがとうね、どうもありがとうございました。